シ戸坂峠の一市、戸坂峠の一市、戸坂トンネルは、岡山県愛田郡西淡倉村と鳥取県八津郡、地図町の間にある、現境トンネルで、国道373号の道路トンネルである、地図急行地図線の鉄道トンネルである、国道373号のシ戸坂トンネル中、制限速度は現在と異なる。シ戸坂トンネルは、 国道373号の道路トンネルで、岡山県愛田郡西淡村坂根鳥取県、八津郡地図町駒帰りを結ぶ、1981年に開通。東側に歩道を有し、一般道路でありながら、鳥取自動車道の国道373号市、戸坂峠道路区間における、当面活用区間となっていて、高校南側の坂根交差点と、 高校北側の小牧交差点では、本線がそのまま、鳥取自動車道に直結し、一般道路の国道373号原道が分岐する構造となっている。初元九市、戸坂水道は、廃道となった旧国道373号にある元道路トンネルで、岡山県間郡西淡村坂根鳥取県、八津郡地図町駒返りを結んでいた。九市、 土坂トンネルとも呼ばれる。現在の四土坂トンネルが新しく開通したのに、伴い、1981年に閉鎖。閉鎖後は、地元町村が管理し、西淡村が椎茸栽培実験施設として、地図庁が板井原豪湖の生産場として活用されている。証言し、土坂トンネルは、地図急行地図線の鉄道トンネルである。 地図急行線では一番長いトンネルである。岡山県愛田郡西淡倉村影石の淡倉温泉駅と鳥取県安郡地図町、中原の山郷駅の間にあり、1994年の地図線開業と共に共用開始。初言出展。ありがとうございます。